リリア、ダリア、ダダ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 ダ、お疲れ様です。お疲れ様です。え、じゃあちょすいません、もう早速配信乗っちゃってるんですけど、自己紹介とかお願いしちゃってもよろしいでしょうか。はい、あ、お待たせ。また美少女アンジです。こんにちは。こんにちは。アンジ先輩来てくださったんですか。いや、お疲れ様です。ちょっとね。やった。お疲れ様です。うん、5分後にウーバーイーツがウーバーイーツというかなんかそのウーバーイーツで頼んだなんかその食材が届くのでそれまでなんですけど、いや、全然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 、超嬉しい、ありがとうございます、やった。なんかあと何より新しい友達増やす、そうなんですよ、俺たちも友達じゃん、やっぱうちらって親友だから、マブだから、マブだからやっぱ寝落ち通話とかしてるし、来ていいのかなと思ってめっちゃ嬉しいです、やった。最近なんか、全然おしゃべりできてないよ、ピショピショって思ってなんか勝手に寂しくなってたんですけど、でもなんか何の用事もないのに声かけるのもきしょいなって思って、そういや全然声かけてくれていいのにじゃあかけますよ、そんなん言ったら。ちょっと忙しい時だけああの空気感出しちゃうけど全然だよ。あ、カブラキ以外の人といっぱい遊んでるし、やっぱ今忙しいだろうなって私が誰と遊んでるんだ。いやでもまた配信普通にしたいね。したいですよ。なんかまた喋りましょうよ。ねえ、ぜひ。あとごめん。あと1分で届くわ。あ、マジ？じゃあ。もうそこだ。すぐそこだわ。多分。じゃあ。想定より早かった、ウーバーイーツが。いや、びっくりした。想定より早かった。いいこと、配達が早くて。じゃあはい。じゃあはい。ありがとうございました。あ、なんかでもちょっとだけ、まだそこの信号だからまだちょっとだけ喋れるから、じゃあさっき思ったんだけど、小野町さんもう生きる ASMR みたいになってない？なんかね、アビテンの話になっちゃうんだけど、全然ちょうどね、今の極楽湯さんで整う二次三次っていうね、なんかスーパー銭湯さんの方でコラボさせていただいてて、で、おはる嬉しいことにね、温泉で、初めてなんだけど、いや、そりゃ呼びますよ、グッズ買いいただいて、で、自分で買いに行って、買いに行って、となんだっけ、友達もくれたのね、私二次三次、なんか春しか知らないからあげるみたいにもらって、いい友達じゃん、そう、2回じもう1人で行ったのと友達と行ったので、はいはい、2回行って合計3枚持ってんだけど、全部イブラヒムさんなのえ、自分のがもらえるわけじゃないんだ、あれって。そう、逆にすごい確率だなと思って、3枚だから、使用のイブラヒムさんと保存のイブラヒムさんと不況用のイブラヒムさん、もう喋り方がちょっとドキッてしちゃう感じだったんだけど、いや、わかります、なんかもう、でもどこまで出していいのかわかんなくて、その狙わずに多分自然に話してて、あんな、いや、そうなんだよ、そう普通に喋ってるだけなの、なんかこっちはなんかそう、それをずっと感じた、喋ることっすねってなったら、やっぱキモいから抑えてたんですけど、ね、言えないですよね、ちょっと、ドギマギしちゃう、好きになっちゃう感じあったよね、小野町先輩のあの感じ、そう、だからなんか抑えなきゃって思ってあれ勘違いしちゃうやつだなって思った、やっぱよかった、共有できてめっちゃ嬉しいですなんかずっとドギマギしながら次行こうと思ってずっと聞いてたんだけどなんかすごかったわどえらかった、どえらかったですよ、それを言いたかったそれだけは言わなきゃと思って確かにこれだけは伝えなくちゃ、株だけにやっぱそうだよなって他に言える人も今後多分もうこのタイミングで言わなきゃあの時の配信でこうでさってキモいから、もうここで言いたかった、確かに、よかった、鮮度がね、爽やかなうちに、あ、なんか初めて言われた、そうそう、初めて言われたがってコメントで、いや、すごいすごかった、よかった、よかったです、 あ、来ちゃった、ごめん、あ、行きます、すいません、すいません、質問とかいろいろあったから、ごめん、すいません、それだけ言いたかった、すいません、ほら、失礼します、ありがとうございます、ほら、すいません、ほら、はい、ほら、失礼します、失礼します、俺たちずっとも、ほら、ずっとも、いえ、ちゅ、アンジ先輩とはね、そう、再生リストになぜか動画が混ざっていたことに始まり、なんだかんだおしゃべりし、コラボもしたことあるし、でもめちゃめちゃ好き、そう、カブラキはアンジュ先輩のことをこんなに好きだけど、でもアンジュ先輩にとってカブラキってきっとたくさんいる後輩の中の一人だから
ってやっぱ枕を濡らす夜もあるよね。え、でもそう、すごいアンジュ先輩優しいからすごい来てくれるの超嬉しい。でもやっぱこんだけさ、とつまち来てくれるってことはマルキーのこと好きなのかな。だってね、なんかマブって言ってたしな。本当はカバラキのこと好きなのかな。いやー、アンジュさんマジあまたの人間の心を掴んでいくからな。くー、悔しい。悔しい、カブラキだけがこんなに先輩のことを好いている。悔しい。